ですね、ちょっと遅れたんですけど、皆さん覚えてらっしゃいますか？クラウドファンディング、はい、お小遣い企画。やったー！あー、それがここで出てくるのね。はい、そうです。なるほど。紙の資金をですね、皆さんクラウドファンディングで個人の、お土産の支援をしていただきました。ありがとうございます。1.6% 最下位のフギさんでも 22.6%
これ日本で言う、日本円で言うと、まあ、大体1万円ぐらいですね。そうですね、はい、とりあえずこれがあれば皆さんは、よいち楽しんでいただけると思います。これは使い方自由です。ご飯食べる、はい、ご飯食べます。お電話は自由に使ってください。ご飯食べるの支援、改めてありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあ行こう。行こう。このね、これエリンギうまいらしいんで、こう並んでるでしょ。エリンギなんだ。これ結構先まで長いの。え、ちょっと長いけど、限定されてない。ここ、エリンギめっちゃ人気あるんですよ。わ、でっか。え、わ、え。エリンギ食いたいんだよ。食べたいでしょ。並ぶ、もう並ぶ。ちょっと2手に分かれるの。私もエリンギ食べたいけど。じゃあ我々ちょっとエリンギ並ぶわ。はい、エリンギちょっと後で連絡するわ。はい、うん、大丈夫。じゃあこっち取るね。バイバイ。じゃあ先輩ちょうどですね。何が。いや、そら私とペアで動くんですから。私もこの夜市のいろんなグルメを調べ尽くしてるから。なるほど。まあ有利と言っていいでしょう。何が有利か、何が有利か知らんけど、それは知らんけど、この人形はうまいです。あと夜市のポイントはですね、基本的に人気があって本当にうまい店っていうのは並んでるんですよ、うん、で並んでる店に、まあ、並ぶ時は大体間違いないですよね。なるほど。ただあの日本人がめっちゃ並んでる時は怪しいです。あー、私はそれはちょっとさっきのパパイヤで経験済みかもしれないですね。どれか結果やっぱり分かってないんですよね。なるほど。そうですね。今、うん、実はですね、私これ食べた飲んだんですよ。え、そうなの。これはですね、あのジュースのことなんですよね。あ、原液のジュースのことを指しております。それ私パパイヤはありなんですね、きっと。パパイヤはあれは原汁ではないんですけど。あ、まあ牛、原汁と牛乳でした。許可としましょう。果肉がめちゃめちゃ入ってました。筋が。筋 が、ね、筋がありました。生ですかね、はいはい、どうですか先輩、気になるのありますか。これかき氷でしょ。おー、よう分かってますね。まだ食べてないじゃん、はい、小腸、小腸包み、大腸包み小腸です。これが有名ですね。大腸包み小腸、大腸で包んだ小腸、ソーセージ。おー、いいセンスですね。あの見かけるかもしれないですね。テレビ。あゆもやる。それが多分あれやろ。難しい。なんかね。なんかでもマジで何だかわからない。そう、何だかわからないから下手に手を出せない。なんかあれ。これ私この子見たことあるの。はい。イエーイ。你好。你好。哪里来玩的？哪里来玩的？Where are you？ 这里我干了。Japan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 。终于。哈哈哈哈哈。Japan。Japan。とりあえず最初は安パイなものから手を出したい。立派なエリンギ。二本、三本なのか M が。M。
30, okay. Okay. Thank you, thank you.七味一つ。七味。甘い、おいしい。はい、谢谢。谢谢。イエーイ。わさび。これはなんだ？鶏肉かな？